ゲイブ・クラインはアメリカの企業家、投資家、元官僚。モビリティイノベーションの第一人者として多数の国際会議でスピーカーとして活躍する。政府や州のアドバイザーを務め、現在はシティーフィーの代表取締役。2011年3月16日から2013年12月まで、米国シカゴ及びワシントン DC の運輸局、元長官を歴任。 市長のラーム・エマニュエルの依頼により、長官の職に就いた。ボストンを拠点として、世界9カ国以上で100万人以上の利用者を誇る、カーシェアリングサービスのジップカールでは副社長を務めた。著書は、スタート、アップシティ、インスパイアリングプライベートパブリック、アントレプレナーシップ、ゲッティングプロジェクツ・ドーン、ンハビング・ファン。コネティカット州、ハートフォード出身。 10歳から11歳の間、バージニア州、バッキンガム郡にて、スワミ・サッチダー・ナンダーの下で勉強した。バージニア工科大学を1994年に卒業。マーケティングマネジメントの学位を持つ。クラインは、バイクス・ USA、1990年当時、米国最大の自転車小売会社の総長として活動を始めた。ワシントン・ DC で活動する。 テクノロジーコンサルティングスタートアップ、プロフェッショナリンクでも管理職を務め、フォーチュン100企業のマーケティングやビジネス拡張を手助けした。2002年末、クラインはジップカールで副社長に就任し、ワシントン DC でカーシェアリング事業を急成長させた。2002年末、ロビン・チェイスは立ち上げ当初の会社にクラインを雇用。当時はワシントン DC にわずか30代。 全国的には150台弱しか車がなかった会社だったが、クラインがワシントン州政府を説得し、ジップカールの運営免許を会社のために獲得。会社の知名度は一気に引き上がった。戦乱管理にも取り組み、その運営、売買モデルは国内外でなお広めた。クラインは2016年にジップカールを辞め、二つのビジネスプランを描いた。 一つ目は、スマートフォンアプリを使った、ポイントツーポイントカーシェアリング。ロジャー・ペンスキーの、ユナイテッド・オートグループのスマート普及にも乗じ、一年ほど、リチャード・ブランソンのバージングループと合作し、バージン・ゴーと名付けたプロジェクトを、ユナイテッド・オートグループで取り組んだ。だが、バージン・ USA の都合の変化により、クラインのプロジェクトは見送られた。2007年末、ダイムラーが、 スマートカーとスマホアプリを使ったパイロットサービスカー2号を立ち上げ全く同じサービス展開でバージンを取って変わった。クラインは同時に2人のビジネスパートナーとコロンビア政府のプロジェクトに取り組んでいた。それはクラインがハワードシュルツの本から啓発を受けたモバイルフードトラックだ。スターバックスの決起やニューヨーク街を走るフードトラックマットトラックを語った本は 全身全霊を注ぐ精神を推奨した。クラインが立ち上げた会社、オンザフライは電動自動車を販売する企業で、参家のフードトラックはスマートカーツと名付けた。オンザフライは2008年当時米国発のマルチユニット、マルチチャンネル、活字店舗を持つフードトラック会社だった。 オンザフライ特注のトラック、電動スマートカーツ社は、道路や歩道で当地の新鮮な食材を、ワシントン DC エリアに届けることを可能にした。皮肉なことに、このプロジェクトは、政府内部の官僚制度により止まってしまった。コロンビア特別区輸送局の街道の管理により、小売りは禁止され、クラインの事業を歯止めしていたが、市長エイドリアン・フェンテの申し出により、クラインは、 市の輸送局で働くことを決意。ゲイブ・クラインは公共事業を従事する前に12年間個人事業を運営した。クライン氏は米国デトロイトのファンタナリス・パートナーズのベンチャーパートナーも兼務しています。コロンビア特別区輸送局の長官を担任。クラインは様々な関係者や活動家グループから意見を吸収し、 顧客中心のサービスを提供するよう政府の運営方針を変えた。数ヶ月後、クラインは前年ニューヨーク市が発表した持続的ガイ路案に基づいた行動指針を発表。従来の長期計画に反し、クラインは政府で2年の行動指標を優先し、方針の実行を早め、スタートアップ市場のペースに合わせた。フェンティー市長の下でカキノのプロジェクトを実行した。 シカゴクラインは、シカゴの運輸局の長官をも歴任。市長、ラーム・エマニュエルのもとで下記のプロジェクトを立ち上げた、クラインは、ストリートブログ、カルマ、ナクト、センシティ・システムズ、ゼンドライブ、およびシティ・フィーで重役を担任。スタート、アップシティ、インスパイアリングプライベートパブリック、アントレプレナーシップ、ゲッティングプロジェクツ・ドーン、ンハビングファンを出版。 シダットコミッショナー、ゲーブクラインアンサーズよアクエスチョンズアバウト、シカゴトランスポーテーション、https、サウンドクラウドド o ットコム、コベズ、シダットコミッショナー、ゲーブクライン2019年8月15日、閲覧。スタート、アップシティ、アイランドプレス、2019年8月15日、閲覧。ハウディド、プログレッシブトランスポーテーションザール、ゲーブクラインゲットザットウェイ グリッドシカゴ。web.archive.org2019 年8月15日、閲覧。コミッショナー、ゲーブ・クライン、シカゴ・デプト・オブ・トランスポーテーション、CDD ・ホール・フォーラム、MIT、デパートメント・オブ・アバン・スタディーズ・アンド・プラニング。d u s p m i ト e d u 2 0 1 9年8月15日、閲覧。アフターツ two ーズゲーブ・クライン・ステップス・ダウン・アズ・シカゴ。 エストランスポーテーションチーフ。nextcity.org2019 年8月15日。閲覧。バイシクルレーンズ d.dddot.dc.gov2019 年8月15日。閲覧。ペイバイフォーム d.dddot.dc.gov2019 年8月15日。閲覧。ゴットゴレッツゴットゴ。 godcgo.com 2019年8月15日閲覧ドド派ダッシュボードダッシュボード .ddot.dc.gov 2019年8月15日閲覧ありがとうございます